はい、こんにちは。レトルトと申しまーす。ポケットモンスターオメガルビー実況プレイ始めていきたいと思います。見事ね、一つ目のジムを、制覇することができました。キノコの山大活躍ですけど、じゃあ二つ目のジム狙っていきますか。やっぱ出たらなんかイベント起こると思ったよね。わっ、あいつらか。あー、そういえばあのジムになんかなんだっけ、森でね、なんかあったもんね。待ってー、その荷物を返してな、女子みたいな感じだな。なよなよしとるな。あんなことが あったのにハゲ弱いじゃ一切動じてないね。助ける気もゼロ。お今の見てた今のさ、怒ったこと見てたかな。まあ、今のあれだよね。日本を象徴してるよね。真横で犯罪があっても、もう一切返さず、ね、傍観っていう。めっちゃ亀の甲羅を背負ってるように見えんだけど。いやー、それにしてもキノコの山頑張ったね。やっぱね、いろんなポケモンで戦っていくっていうのがやっぱポケモンの醍醐味だからね。まあ、と言いつつ、ポッチャマに、チャマ棒に並び替えると、それで行きましょう。まあとりあえず追いかけて倒せばなんか秘伝マシンとか、あ、そうか、秘伝技がもう使えるなったんだったな。居合切りちょっと使っていかなきゃいけない。ジグザグマがきっとあれだよね、あの便利要因としてかなりいいと思う。波乗りとかも下手したら覚えられるはず。はい、まあ鳴き声いらない、いいね。ちょっと便利要因として使わせていただこう。物拾いだし。どうしたんだね。あ、君は10日の森で助けてくれた素敵なトレーナーじゃないですか。こんなとこで褒めてさ、また助けてもらおうとしてんでしょう。お願いです。マグマ団に奪われたデボンの荷物を取り返してください。あれがないと私とても困るんです。会社がクビになるのかな。取り返せって言われてもな。うわ、めっちゃトレーナーいるし、行くか。ほい、傷薬か。まあせっかくだからトレーナーともちゃんと戦っていくか。俺のポケモン強いとちょっと見てみろよ。短パン小僧か。絶対強くないだろうな。あー、ジグザグマ。まあこれはね、まだ格闘技覚えてないけど、格闘技覚えたらもう無双になるはずなんで。かわいいよね。結構進化近くなってきてんじゃないかな。まあ岩石王子覚えたけど、ヒノコかな。強い。さすがだぜ。レベル16。草ポケモンだったらもうちょっとで進化ぐらいになってきそうだよな。ワンリキこれでいいか。おお。なぜか進化したらさ、パンツを履くって、やっぱいろいろね、成長するんかな、進化とともに。もうパンツを履かざるを得ない状況というか。急所に当たりやすいんだよね、カラッチョップ。じゃあ、つつく、そうか、つつくがあるんだ、格闘。イエーイ。これやればよかったな。ちゃん、ちゃ、ちゃちゃん。バシャマちゃんとブレーバーも確か覚えれたよな。きたー早い、進化。ビビ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 ビしないよ。俺正直ね、あっちゃんもまあ一番好きだけど、若者の姿もかなり好きです。ウェーイ、うわー、かっこいい。おめでとう、チャマボーは若者に進化した。やった。二度蹴り覚えたい。そういえば沼九郎がなんか人気だよね。なぜか沼九郎が人気な件について。比較いらないかな。ここでもう格闘タイプはついてるんだっけ。進化の奇跡とかも、ね、持たせれば、あいったらもうこいつの時点で結構使えるポケモンになるんですけど。もう格闘はついてたんだっけ。あー、もうついた。もうタイプが2つもついちゃったよ。これは強い。絆創膏は男の勲章。また1つ増えたぜ。怪我したの。どっかでこけたのかな。これで連鎖狙うみたいなのもあるらしいね。虫除けスプレー。
最終的にはゴールドスプレーにすげえお世話になりそうだけど。虫ポケか。まあ、つつくと火の粉があるんで、余裕ですね。ケムスト、そろそろマイウルドとか、出してきそうだな。カラサリスとか。マイルドとカラサリスってダイパーのポケモンだっけ？もうなんかちょっとごっちゃなってんな。えい。そうだね。土人。土人。いいね。最終的に抜け人とか出してくんのかな、虫取り少年。それは強いな。まあ、物理防御は土人高いけど、まあ、特殊で攻めると。つくだと多分倒せなかったんじゃないかな。来たー、カラサリス合ってたね、とりあえずは。なんか前、うわちょっと、ちょっと怖いな。こんな感じで目二つあるんだ。なんか正面からのグラフィックをちゃんと見たことがないな。つつくでいいんじゃないか。あ、でも硬いのかな、体から。あ、余裕だ。カラサリスになったら、ガになるのかな。で、マイルドになったら蝶になるのかな。イエーイ。負けた、勝てると思ってるのに。いや、頑張ってるよ。この虫取り少年はできる虫取り少年だね。もう博士のデボンの荷物のことなんて誰も覚えてない。ミニスカーツ。私の可愛いポケモンの強さ、じっくりと教えてあげるわ。ピカチュウとかいないの？可愛いよね。マリル。ああ、いいね。マリルになったら化け物になるからな。悪事覚えさせたりとかね。滝登りとか。バカ力もありますし。ちょっと、相性は良くない。変えてもよかったか。泡わうわーその、キングラーさんの1000倍特許っすよ、泡は。まあ、タイプ不一致すぎる、タイプというか、ね、特殊とあれでちょっとあれだけど。じゃあ、キノコの山に交換しますか。ウィー。キノコの山ってレベル何本で進化するんだろうね。下手したらリーフの石の可能性もあるけど、どうなんだろうね。初めに出てくるポケモンが、相当初めに出てくるポケモンがリーフの石の進化はないかな。謎の草とかもでもそうだしな。えい。こいつはキノコの胞子とかでポケモンゲット要因にも使うつもりなんでね。君の方が一枚上手ね。いえいえ。可愛さと強さを兼ね備えたポケモン。それが私の理想なの。おー。その理想はいいね。俺もそういう感じだわ。やっぱ可愛さとか、見た目のね、好みのポケモンを使いたいってのがあります。この右下のなんか図鑑ナビを結構なんかうまく利用することで、結構いろいろできるらしいんだけど。ああ、出ちゃった。なんかいるかな？持ってる。構えたことないポケモンを探したいけどね。さあ、来い。ビビビッと来るポケモン。ビビ同じ同じ。逃げると。色違い出るかな？ストーリー中に色違い一匹は出したいっていうのが。願望なのに。トンネルが通じていないなら山を越えていけばいいのだ。トンネルが通じてないなら山を越えていけばいいのだ。どういうこと？山がトンネルなんだけど、ポケモンの世界では。あ、相性は良くないっすなぁ。まあ、二度蹴りしてもなぁ。硬いからなぁ。おい！強え！あれ、頑丈じゃない。石粒って頑丈じゃなかったっけ？石粒って、まあ、頑丈だったとしても二度切りなんですけど。やっぱレベル差が、すごいな。はい。めっちゃレベル上がるな。学習装置すげえな。頭突き、いいね。尻尾を振る。そのもう尻尾を振るっていうね、この、社会で重要なことを忘れさせてね。もう、なんだろう、もう、
ちょっとずつ猛進に育ってもらおう。まあ、といっても全部、図鑑技とかに変わるんだろうな。あ、エネコちゃんじゃないあれ。そろーり。エネコちゃーん。あの尻尾はエネコだ。ちゃっちゃん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 。やっぱり、特別な技覚えてるんだろうな。弱らせることできるか。つつく死ぬな、これ。あー、どうする？ジグザグマだったらいい感じに弱らせれるかな？はい。あー、後ろ側いいな。歌うか。甘える頭突き。いやいぎりだ。あ、んー、あ、死なないよね、これぐらいやった。タイプ1。あ、し、大丈夫だ。全然大丈夫だった。かわいい！かわいすぎる。エネコロロ？エネココロ？エネコロロよりもね、エネコの方が好きなんだよな。なんかエネコロロは進化したらなんか、ね、猫っぽくなるというかもうブイズの一員みたいになるのがちょっとね、あんま。エネコロロの、エネコのままの感じで進化してほしかったなっていうのが俺のあれなんですけど。じゃあモンボ行きましょう。マイケルっしょ、これ。よし。やった！エネコを捕まえたぞ！はい。子猫ポケモン。動くものを見つけると夢中になって追いかけます。習性を持つポケモン。自分の尻尾を追いかけてみます。もう完全になんか猫じゃらしみたいになってんもんな。いや、かわいいね。あれもエネコを使うことはないかな。せっかくだから、イヤイギリで切っちゃいましょうか。マシか。マシか。うい。なんか、強い技マシンとかあるかも。ここでね、強すぎる技マシンがあるはずがないんだけど。お？上行って。スクールでも勉強。帰り道でも勉強よ。あのモンボなんだろうな。あ、かわいい。塾帰りの初音。ミクかな？キノココ。やっぱポケモンスクールなのかな？ビギナーズスクール的な、あそこ。キノコ。で、ゴニョニョ。あー、ゴニョニョか。格闘でいいね。ゴニョの可愛いよね。この感じ。なんでさ、進化したらああなっちゃうんだろう。バクオングはね、俺可愛いとは思うんだよね。バクオングはありなんだけど。間がちょっとやばいよね。二ち丸だっけ。あれはちょっと来てる。なんであんな感じなんだろうね。ショック負けちゃったよ。これじゃあ、ツツジ様のようなエレガントな、やっぱさ、あそこ出身なんだな。ちょっと待って。ああ、よかった。いけたいけた。ジムの、ジムの街のちょっと手前にもあったよな。いや、イギリス使うやつ。カゴの実、いいね。眠カゴができます。ほい。BPL。なんか草むらが。エネコか。まあ、いっか。なんだ。お得な掲示板。バッグにはいくつかのポケットがあり、入れる道具の種類によって、知ってます。お、トレーナーズスクールでいろいろ勉強したからね。塾帰り押すか。押すはいらない。こいつ絶対誠だよね。誠のデザインになったやつだよな。わ、ラルトス。なんだっけ。なんちゃらくん、みつるくんが、連れてったよね。連れてったポケモン。あいつが、ライバルっぽいよね、なんか。もう一人の女主人公は、完全ただの友達ポジションというか。頭突き。まあ結構いいからな。メガドレ。峰打ち、あ、峰打ち強いからな。峰打ち強いというか、使い勝手いいからな。じゃあ頭突きはいいか。
もう草ポケモンにほとんど戦えないけど、それで置いとこう。次のジムのタイプが気になるな。いいや、行こう。なんだこいつ。うおー、なんてことだ。道具も何も使わずにトンネルを掘っていたのに、変な男に追い出された。あのトンネルには大きな物音に反応して騒ぎ出すポケモンがいる。だから機械を使っての開発工事をやめたのに、変に騒ぎを起こされるとポケモンが怯えないか心配だ。変な音。まあ、あいつに占拠されたんだろうな。おー、なんか結構広いな。なんだこの穴。怪しいポイントがある。ポケモンのあざに何か起こるかも。何これ。なんだろうこれ。穴を掘る？スペシャルアップ。なんだろうね。こんなの今までなかったな。誰か入ってきました。あー、なんということだ。ピーコちゃんとお散歩していたら、いきなりおかしな奴がやってきて、わしの可愛いピーコちゃんが奪われてしまったのじゃ。これなんだっけ、富士老人的な。助けに行くか。お。岩砕きか。まあ、まだないな。よし。予想、ズバッと。あー、ゴニョニョーかわいい。戦う。こいつの技じゃちょっと死んじゃう気がするな。ゴニョニョ捕まえたいんで、ここはジグザグマ。捕獲4位。まあ、峰打ち持ってるあいつでもいいんだけど。驚かす。あ、そっか、ゴーストタイプの技なのか。で、居合切り。まあ、頭突きでも死なないかな。よし。はたく。かわいいな。うさぎなのかな。うさぎっぽいよな。あのさ、なんだろう、コントローラーみたい、コント、十字キーみたいな目がたまらないよね。いい。騒ぐやったのかな、今。で、ボールで、ボンボ。バクオングもありな気はする。うん。ただ、二チマルが好きじゃない。可愛くない。よし、やりました。タラララララーン。18。ちゃ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 。ここって全然変わらないよね、この BGM。いいわ。ああ読めなかった。まあ、騒いだら泣いちゃうよ、みたいな、そういうポケモン。あ！あいつが奪われたのか。あ、来るなら来いよ。タイプ相性良くないな。でも、あいつを使うとは限らないのか。人のポケモンだもんな。くそー！奪ったポケモンは何の役にも立たないし、いいところへ逃げ込めたと思ったのに、このトンネルに行き止まりじゃねえか。いやいや、お前、俺と勝負するんだな。デボンの荷物とやらを取り返してマスターボールをもらいましょう。ちょんちょん。プチエナ。悪タイプだからね。二度蹴りで一発でしょ。で、二度蹴り。つえーつえー。もう、正直ね、若者がバシャーモになったらもうこいつだけでいいんだろうな。ほい。むぐ、俺の悪事を行き止まりか。おかしいな。リーダーの話では何かの荷物をデボンから盗んでくるっていう楽な仕事だったはずなのに、こんなもん返してやら。これ着服したいわ、猫ババ。あー、かわいい。ピーコちゃん無事でよかった。あんたはピーコちゃんの命の恩人じゃよ。わしはハギというのじゃが、君は？こいつが船出してくれるのかな。そうか、レトルトというのか。本当にありがとうよ。おう、困ったことがあったら連絡わしに言ってくれ。十日の森の近くにある浜辺の小屋にいるからの。これでなんか移動できるみたいな感じかな。行き止まりなのか。あ、行き止まりだな。岩なだれがないとダメなんだ。岩なだれじゃない、岩砕き。ちゃっ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 ちゃ。あー、ゴニョニョか。ここでなんか捕まれるポケモン他にいんのかな。逃げる。ちゃ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 ん。ほい。
これ図鑑ナビでさ、下にこうグラフィックで若干他に捕まれるポケモン出てるよね。なんだろうな、この白、このグラフィック、これなんですけど、この真ん中のこのやつは糸丸とかスバメとかかなみたいな、感じなんだけど、どうなんですかね。ここ上ももう行けないから、あ、入れるじゃん。もうすっげーくつろいでんな、みんな。トンネルを使わずにここからシダケに行くなら海を渡り、ムロからカイナ、そして近接を取っていくしかないな。もうなん何言ってるかさっぱりわからん。わー、悪そう。あの悲しだトンネル、はじめはたくさんの人間と最新の機械で掘り進んでいた。だがそのまま掘り進むとあたりのポケモンに悪影響を与えるらしくてね。で、俺らどうしようもなくここでぼんやりとしてるわけだ。働けや、なんか違うこと。なるほどね。すげえ、なんか生活感異様にあるな。家に帰ってんのかな。ほい。で、とりあえずここ戻って、あ、今のはエネコかな。でもあの、なんだっけ、あ、取り返したよ。あー、どうしてでした、デモンの荷物は。そうですか、取り返してくれたのですか。すんばしょっぱ、マスターボールを俺は求めてたんだぞ。あ、なんかバージョンアップしてもらえるのかな。やばい、こういう子供の頃からね、こういうコネは作っとくべきだよ、本当に。最終的にね、あの就職の時にこれ役に立つよ。あの時の少年か、みたいな。この研究員がね、偉くなる可能性がある。社長の部屋、いやー、君には感謝感激雨あられなのです。これはもう強力なコネ、就職に使えるよ、これは。わっ、内定をもらったもん、完全に。さあさあどうぞ。化石か、あれ。あ、なんかかっこいいな、社長。わしがデボンコーポレーション社長のツワブキだ。ツワブキ、ツワブキくん。あ、オムナイト、君のことはさっき聞いたよ。なんでもうちの研究員を二度も助けてくれたとか。で、そんなすごい君に頼むことに、おい、もちろんわしはすごい社長であるからな。ただでお願いするというようなケチな真似はしない。まあ、そりゃそうでしょ。社長たるものですか。お。おう。テレビナビ。あ、テレビ機能つけてくれた。今追加した機能はテレビナビといってな、世界を旅するトレーナーの必需品なのだよ。そいつを使えば世界の様々な情報や、君の友達に関する最新のお知らせをいつでも受け取ることが、友達の情報がテレビで？はい。ムロタウンにいるダイゴという男。ダイゴ！ダイゴってチャンピオンじゃないの？あの体験版でね、ひたすら銀色のメタグロスを自慢された。てか銀色のメタグロスといえば受け取れんだったな。ポスト入れろや。ムロへ向かうためには海を渡る必要がある。やっぱハギ老人ね。いや、お願いしとくって言っても、俺ハギ老人だったらもうコネあるから、強力なコネクションが。ハギ老人はツワブキの古い友人でして、何年も若い頃はもう一人の友人と三人で世界各地を旅して回っていたそうですよ。いや、別の、なんだろう、他の会社の部外者の人には社長も呼び捨てで呼ぶっていうのがなんか、それっぽくていいね。しっかりできてるな、この会社。ゴミ箱の中は空っぽ。なんかくれ。ナビゲーションシステム。なんかくれ。ここがあれかな、あの、殿堂入りとか、そういう時に表彰状をもらえるとこなのかな。化石の研究。あー、ここ化石なんだ。やっぱ化石は研究してんだな。ポケモンと話せる道具、すげえな。ニャースいらず。今ポケモンが見てる夢を映し出す道具。あー、ドリームね。なるほどなるほど。わー、下すげえな。じゃ、ハギ老人行って次の街旅立つか。あー、バトル？ポケセン寄ってないよ。あ、レトルト君、ポケモン集められてる？私はかなりいい感じだよ。10日の森でモンスターボールなくなるぐらいポケモン捕まえたもの。いやいや、ポケモン捕まえることよりも育てることが大事なんすよ。10日の森でハギ老人とすれ違ったの。はいはい。昔はすっごい船乗りだったんだから。あ、バトルじゃないの？ふぬけか。戦おうよ。
じゃ、萩老人とこ行って、新しい街行ったら終わりかな。まあ、ポケセン寄らなくても多分大丈夫だよね。ってことは森をもう一回抜けなきゃいけないのか。ほい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 。ここもう一体ポケモン出てくるみたいだな。スバメかな。あ、ここだここだ。気になってたんですよ。イエーイ。元気のかけら、いいね。塊って元気の塊とかね、なかなか実、買えるというか、ショップでは売ってないからさ、元気の塊。なんかちょっと置いといて、結局使わないパターンのアイテムとかいっぱいあるよね。お！なんだこれ？こっち行けんじゃん。ニヤギリ大活躍。うわ、なにこれ？なんかありそう！あら、あなたの持ってるそれ、ポケモンマルチナビ。奇跡の種。あ、草タイプの技の威力が上がる。いやでもね、先生の爪持たしてるからな。スーパーボー。あそこでお礼にもらったものがもう、道端に落ちてるんですけど、どういうことなの？近道なのかな、こっち。ケムッソ。ケムッソ捕まえたっけ？捕まえたような気がするな。捕まってますね。待って、充電ですよ、充電。パソコンのね、横にちゃんと電源ケーブルを用意しております。充電充電。これでパチって切れたらもうね、こういう時ね、切れちゃうと一気にこうね、一週間ぐらい放置とかになっちゃうからね。そういうのあるよね。あ、モンボプラスパワー、永遠に使わないシリーズ。売っちゃった方がいいやつだな、もはや。よし。じゃあ、萩老人。萩老人、ここら辺だっけ？あ、こっちじゃない。あ！あれは誰だ？ん？あれなんだろう？これ誰の？何の何だ？何のポケモンのどこの部分だ？あ！キャモメか！キャモメに見えないぞ。なんか黒かったぞ。羽だったのかな？捕まえてるしな。でも特別な技覚えてんのか。まあ、いっか。スバメが出てくるはずなんだけどな、多分ここ。下の感じ的には。よし、行っちゃいましょう。あ、嬉しそう。元気やな。こういう時さ。あー、くそ。行くよ。くそ、くそ。邪魔したい。あー、くそー。こういうことばっかやりたくなるんだけど。うわ、むずい。ジジイやるな、運動神経。くそ。ジジイめ。あれ！くそ、ジジイとキャモメの距離を。こらこら、待て待て、ピーコちゃん。おや、君は確かピーコちゃんを助けてくれたレトルトくん。その説は世話になったの。船に乗りたいとな。ムロまで手紙を届けたいと。おー。じゃ、向かいましょう。ピーコちゃんに追われてるジジイを作り出そうとしたんだけど、無理だったの。よーし。おー。結構ちっちゃい船やん。漁船ぐらいの。おー、すげー、いいね。これ、ムロって場所にね。多分、ジムあるよな、ムロっていう場所。なんか、都会っぽいもんね。近い近い、ジジ近い。はい。この街のポケモンジムに行ってみるがよい。ジムリーダー。やっぱジムリーダーはなんだ、中心的な人物なんだな。お。あ、もうムロタウンなんだ。へぇ。ムロタウンって小さな島だから何かが入り出すと、みんなすぐに真似するのよね。なるほどね。じゃ、ポケセンで預けて終わりますか。ここ、水ジムかな？疲れて戦うことのできないポケモンだって、秘伝と言われる技は使うことができるよ。なるほど。ひらがなよりも漢字大好きガールの私が特別大サービスで説明書読んであげるわ。漢字にやってますよ。町の外れの石の洞窟には珍しい石があるって。あ、水の石とかかな。よーし、預けましょう。
もう早速二つ目のジムだね。草とかだったら一瞬で終わるな。初代と同じジムの並びなのかな、岩から始まるということで。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回は二つ目のジム、行けたらいいですね。ということで、次回に続きまーす。レトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押して、チャンネル登録してくれー。動画の更新も、すぐにわかって、レトルトも、大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを、押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の、右からどうぞー。それでは、別の動画で、お会いしましょう。